仲間を連れて必ず戻る。それまで死ぬな。バカが、この人数を相手に戦い切れると思うのか。 残ってんのか。お前の頭かち割る頃には夜が明けちまってるな。 様が相手してくれるわ。 Thank you.
What? Inuka! Henji o shiro! Guts! やべえんじゃねえのか。ガッツ、おい、死ぬなって言ったろ。お前は私との約束を破るのか。ガッツ、うっせえな、ゆするんじゃねえ。傷に市民だろうが。鷹の段に百人斬りのガッツありだな。百人斬りガッツ隊長。ガッツ、あ、その怪我は大丈夫か。気にすることはねえよ。お前がやってることに比べりゃ俺が斬り合うなんざ大したことじゃねえんだ。それはどういう。お前もグリフィスもそうさ。生きてることを丸々かけちまうほどのもんを持ってる。だがよ、俺が行き当たりばったりで100人と斬り合おうが1000人と斬り合おうが大したこっちゃねえと思うんだ。ここの連中は吹けば消えそうな小さな夢を持ち寄ってグリフィスっていうでっけえ炎に投げ込むんだ。でもな、ここに俺の火はねえ。俺はそのかがり火にちょいと温まってフラッと立ち寄っただけなのかもしれねえ。ガッツ、俺は物心ついた時には戦場にいた。俺を育ててくれた傭兵団のボスは剣の振り方以外何も教えちゃくれなかった。死にたくねえって理由だけで、こいつを振り回すことしか知らねえってだけで俺は戦をやってきたんだ。そして何より一番肝心な戦うわけってやつを俺はいつも他人に預けようとしてたのかもしれねえ。ガッツ、お前、あ、お前、まさか、まさか鷹の段をやめるつもりじゃ。